髪になりましたけれども、どっちだなビュー。じゃあ私は今から皿洗いをしながら肉うどんを作っていきたいと思います。今日めっちゃ晴れてるよね。さっき起きたんですよ。一回11時に起きてめっちゃ目覚め良かったんですけど、もう一回寝ちゃって、んで、でもう一回起きたら12時40分ぐらいで、あ眠たいってなって、もう一回寝ちゃって1時13分ぐらいに起きました。でもかわいい、ありがとうピーナッツ、ありがとうかなめちゃん、ありがとうかまねパパ、ツインテール、ありがとうかなめちゃん、ピーナッツありがとう。前の分も流しても嫌です。いいじゃん、ミキミ猫結婚して嫌だしないよって。ということで、とりあえずお皿を洗わせてください。そう、多少のちょっとお皿が洗ってないので、昨日やでも飲んだりさ、今日やります。ありがとう。もうお腹が空いて空いてたまらんのですよ。はい、人が空いて空いてたまらんので早く食べたいんですけど、まあ先にね皿洗いをしないといけないということで、ちょっとお肉先に出しとこう。まだリモートワークなのでいつ始まったら作業できます。あ、そうなの？そうなんや、いいね。嫌なの好きだね、好き、嘘、いつもと変わらんね。でもありがとうね猫、で聞いたんだよ。年末から1月末に1ヶ月で5キロ増えてた。マジ？そんな増えるの？私も1回前あったよそれ。今年の年末は年始からかけたら太ってはなかった。ではなかった、変わんなかった。妹って最高だよ。ツンツンツン、久々に肉うどん作るんですよ。うれしいなって。えのきもあるんだよね。賞味期限が切れそうなんだよね。現状位置、そう現状位置なんだよね。現状位置だからなんか痩せることもなく、あー最悪、めっちゃ泡飛んできた。わー冷たいな。ちょっと今からゆで卵作ります。良いですね。昨日ゆで卵だった私。カンペさんこんにちは。もうちょっとで終わりそうですね。こんにちは、こんにちは。やばい、お腹すいて、やばいな、ひびき。お腹すいて、やばい。おはよう。けんさん、おはよう。かじかさん、好きに飲んでる。ささ、おはぴよ。えりゅうかな、ひびき。ちょっと、コメント流れてるから、読んでないとこあるけど。ジム行く、なんかね響きジム入ってるからなんか一緒に行きましょうよって言ってたんですよ。でも連絡取れないからさ、そう連絡がいつ行きましょうとか何時に行きましょうとか連絡さ、なんかマネージャーさんを通してみたいな感じしかできないから、それはそれでちょっとめんどくさいですし、マネージャーさんがめんどくさそうです。おもろい。でも行きたいなーって。
さんと遊びたいんだよね、普通に。普通に遊びたいんですよね。また出かけよう、また来月ぐらい。出かけちゃうの？いってらっしゃい。来月じゃないから、今日だから。あゆみさんがね、もうびっくりしました、めっちゃ。ラピュー、次からラピューでした。で、ご飯作ろうと思って。私スペア珍しい。嘘、結構あずみんさんと私喋るんだよ。結構喋りますよ。私結構あずみさん好きなんですよね。大好き。なんかもうあずみさんって最高なんですよ。なんかあんな感じであざとキャラやられてるじゃないですか。ずっとキャラやられてて、なんかもう人間性が素敵。めっちゃ。アミさんが言うことはなんか全部なんか、あーめっちゃみたいな、なんか納得ができるっていうか。とにかく素敵な方ですね。なんかすごい落ち着いてるし、喋ってても、あやっぱね大人だなみたいななるし、最高です。マジで可愛くてちょっとエロチークで、なんか素敵、本当に全部持ってらっしゃる。喋りも上手いしね。ダンスもすごい好きで、歌もさいいじゃん。もうディフェンスかあずみさん大好き。なんかかっこいい系のあずみさんのあれが好きですね。はい、終わりました。いい先輩ね、本当にいい先輩ですよね。ありがたいですよ。くるさんとリミジ、くるくるさんとも喋りますよ、普通に喋る、めっちゃ。でもリオさんともノーピさんともめっちゃ喋りますよ、普通に。ノーピさんとか毎回いじってくる。ノーピさんめっちゃ喋ってるよ、私。もう入った時からもうナオピさんにね、そうバカにされてますから。てんてんてん、ナオピさんのスタイルが良くてもう異次元。ケイさんこんばんは。エリアさんこんにちは。ひーちゃん初心者出ない。先生ビヘンスとかレイダンすごいよね、ほんまにね。くんも顔面白くて綺麗、本当？イエーイ。ひーちゃん白くない。ひーちゃんのことパリピってね、なんか言われるんですよね。パリピじゃないのに別に。パリピにしてるわけじゃないんですけどね、こっちからすれば。でもなんかパリピって言われてますね。まあそれはいいのか悪いのか。いいのか悪いのかは別として感じです。ヤンさんは？サヤさん。サヤさんはもう本当に可愛い。サヤさんとでもお話しする機会があんまりないので、そうお話し会の時とかぐらいしか、レッスンとかはさ絶対会わないからさ悲しいよね。もっと仲良くなりたいなって感じです。翔太さんこんにちは。ナービーさん中身が40代なのかおもろい。いやわかるよ、わかる。うん、でも中学生のところもたくさんありますよ。サブさんラビュー。たいちゃんこんにちは。ねえここ晴れてるから見ないで。よし。ね毎回さ豚バラをさ炊くとさ、もう部屋の中が煙になって、
もう火事起こすんじゃないかって思って心配なんだよね、怖いくて。初見です、のぶーさん、こんにちは。パリピ要素なんかわかる？なんかわかんないで、2、3回くらいメールひびちゃんのこと書いて、さやさんがですか、うれちいさん、じゃあもっと書いていただけるようにめっちゃアタックしちゃおうっと、アタックしまくろ、浜田ひびきアタックしまくります。なんか緊張するんだよね、結構自分も結構人に喋りかけるときは緊張する、特に先輩とかは。もう凍ってるからさ、凍ってるのよ。業務スーパーに行ってさ、肉買ってみたんだけど凍ってるのよ。大量
に冷凍してあるからさ、これはあれするのかな。朝めっちゃ一人住みやから嬉しいけど、本当じゃあたくさん喋りかけちゃおう。うどんも凍ってるけど、うどんスーパーだね。早い。うどんスーパーはこの間広島では初めて行ったんだけど、ね、久々行った。なんかうどんスーパー行ったみたい。昨日は行ってない。数日前ぐらいに行った。いいね、きなこパンいいな。天聖堂せいろ食べます。いいな、お腹空いた。なめこの味噌汁大好き。素敵丼いいな。うー、ありがとう猫。ありがとう。あー、メイヨが変異になった。そうペロニー192、ありがとう。ペロペロチームさん、ヘイドーイ、ジェナビュー、誰もありがとう。ラブユー、ラブちゃん配信するのできます。いいよ、いってらっしゃい。お昼休みやっちゃった。お仕事求めまし、ありがとう。頑張って安井泉さん、絶対いないけど頑張って、ありがとう。スタッチさん、お仕事抜け出せ。嘘かい、嘘なのかい、って嘘なのかい。こんにちは、こんにちは、こんにちは、あざみちゃん、こんにちは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 。なんかうどんこれ絶対少ないんだけど、え、なんか量少なくね、絶対的に少なくて、どうしよう、絶対に足りないよ、絶対的に足りないんだけど、押しちゃおうかな。
ちゃん今日も可愛い、結婚してください、ごめんなさい。うまいっすよピーナッツ、ありがとう。ねえ、もう一個のコンロ使えなくなったんだけど、どういうこと。マキさん、ハートありがとう。どういうことなんだけど。醤油、お酒、みりん、一応使います。お肉さん、食べちゃうか。よし、醤油、お酒、生姜、生姜、生姜は必要、生姜は必要です。貯金、やめる、めっちゃ嘘つく、めっちゃ嘘つくよ。生姜は大事ですよ、私生姜好きなんだよね。ボリューミーなんだけど、すごいボリューミー、えぐ、えぐいぐらいボリューミーだよ。めんつゆ、めんつゆ、つゆつゆ、よし、よし、うどん大好きだからさ、マジで何番作りよっと。え、肉うどん、肉うどんを作っております。浜田響き絶賛肉うどん作り中です。天才だから響きって作れるんですよね。誰でも作れるか。
そうそう、エッグ牛で、それな、卵入れちゃおう。贅沢なうどんだな贅沢なうどんすぎる。あ、やべ、めっちゃ失敗した。あ、めっちゃ失敗した。あー、もう最悪。木の実が割れちゃいましたわ。何作ってるの？肉うどん作ってるよ。ねえ、卵が最悪。ピーナッツなんだけど、これさ、お椀入らない気がしてる。私大量すぎて入らない気がしてるよ。どうしよう、入らない気がする。めっちゃ真似された。え、真似してないんだけど。しょうがなくなったらしょうがない。ねえ、ダジャレ言わないで。ジョーハマさん、ありがとう。ラミチョップさん、ありがとう。ピーナッツ、こんにちは。ドラエキさん、こんにちは。よし、じゃあこの辺でいいのでは。よし、完成。絶対さ、絶対的にうどん、絶対的に、絶対お椀に入らないから。これどうしようか。絶対的にお椀、あどうしよう、絶対にお椀に入らなくて。エグチーなんですけどって感じ。大量だもん。うどん 1.5 ぐらい。なんか少ないうどんだったから2個炊いたんだけどさ。思ったよりも大量かもしれませんね。溢れちゃう。これは。そしてこの上にお肉のせます。のせて、さて美味しいのか知らないですけど、さて美味しそうなんじゃないですかね。ちょっと待ってね、みんな。もうできるから、うどんできるから。よし、これでよし。卵もさ、入れたのにさ、溶けちゃった。ラビュー、こんにちは。さあ、もうできますから。ネギ大好きだから、ネギたくさん乗せちゃう。見た目すぎち悪いけど大丈夫そう。はい、響きの肉うどん完成。見て見て、満点満点だけど、美味しそう。肉うどん見えないでしょ。でも見えないけど見せれない。だってこぼれちゃうから見せれないけど。写真撮りたいけど終わりちゃいそう。もっためっちゃうまそうなんけど。牛丼みたいだよね。特にネギいらない。いや、ネギ入れないと美味しくないから。こんな感じで響
けの肉うどん完成しました。どう、美味しそうでしょう。牛丼にしか見えない、でもしっかりうどんです。はい、こんな感じでひびきは食べたいと思います。じゃあみんなこれでおしまいですうふふって感じなんですけど、これでおしまいです。素晴らしいでしょ。なんか手続きに時間かかりそう。いやそれな、えらい大盛りね、大盛り。だから夜はね、ちょっと私はご飯を減らすので、お昼たくさん食べましょう。朝も食べてないから。また夜配信するよ。じゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。響きの肉丼美味しそうでしょ。今から食べます。七味もかけます。ではみんなありがとう。じゃあ13位から読んでいきます。では13位みさみさん、12位スティーフィーさん、11位ティーカー、10位エムちゃん、9位、マイメロさんからこれ、8位、ラムチョップさん、7位ホユーさん、6位オグリン、5位猫、4位トマアキさん、3位クマレパパ、2位ヨッシーゾンビさん、1位はベロベロチーノさんです。ありがとうございました。今から楽しい楽しいハウステンボスやよ。いいな、ハウステンボス行くん。いいのいいの、響きも帰りたいよ、私と一緒に行こう。いいな、私も連れてってくださいよ、ハウステンボス。私も行きたい、久々に。いいの、私も遊びに行きたいですよではね、また皆さん会いましょう。また夜ね、ありがとう見に来てくれて。こんなね、あんまりコメント読めないあれだったけど、母さん旅行で来るから今から会いに行く。素敵、会いに行ってきて。さっき荒野村に行ったこと、私は逆に行ったことない。ぜひ来ましょうよろしくお願いしますって話してます。楽しんできてね、楽しんできて。食べるとこは見せないです、はいじゃあみんなありがとね、おやすみなさいじゃないのよ。まあ夜また会いましょう。ではまたね、おやすみ。